こんにちは、ザ・ヒデです。今日はスウェーデン軍テントでね、キャンプします。いろいろね、今日は車で来てるんで、物をいっぱい持ってきています。なので若干快適なキャンプができるかなって思ってます。こんな感じになっておりますね。ちょっと見てみますか。いや、こんな感じになっております。今日はね、いっぱい荷物持ってきてるんでね、こんな感じ、今から薪割りです。ちょっとしんどいですけど頑張ります。で、こんな感じですね。ここがね、2メートルあるんです。結構ね、広いですね。で、この鴨柄がね、またこの大きい鴨柄がね、いいじゃないですかね。で、ちょっと見えてるんですけどね、こっち座用紙ですね。もう焚き火してますね。ちょっと俺遅れてきたんでね、感じです。はい、じゃあよろしくお願いしますね。今から薪割りです。さあ、ガンガン、割りますかね、薪をね。てか、ちょっとしか持ってきてないんですね。まあ、ちょっとでいいかな、今日はね。ブッシュボックスなんでね。これは割りづらいわ。これも硬そうですね。どうか。アクシデントです。こっちが割れました。これはちょっと、まあ、おしゃれになりましたね。ちょっとこういう感じでね、ちょっとこれはこれでいいかも。ちょっとでも薪だけ割らせてくれ。ちょっとね、薪を割ってからね、土台まで割れてしまってね、なんかすごく硬い薪でね、やっぱり木を拾ってきました。よいしょ。これをね、今から解体していきます。
やっぱり焚き火はあったかいですね。今日はね、今からなんか今夜冷えるっていう予報らしいですね。ずっとなんかあったかかったんですけどね、今日に限ってね。ただまあ焚き火があるから大丈夫でしょう。あったかいです。ちょっとね、火を入れすぎましたね。燃えすぎです。じゃあビールです。乾杯です。今日もお疲れ様です。いただきます。ああ美味しい。あだいぶまったりしてしまいましたが、ちょっとちょっと料理をしていきますね。料理といっても今日は鶏肉焼くだけですけどね。
できやした。完成です。ちゃんと焼けてますかね。この前ステーキ生焼けだったんでね。はい、よいしょ。今日はね、パンでいただきますよ。こんな感じです。じゃあ、いただきます。中はどうだ。お、焼けてます。成功です。うん、こりゃうめえや。うん、うん、うん、ちょっとしょっぱいな。ちょっとしょっぱいです。うん、でもまあいいんじゃないでしょうか。うん、うまい。ここがね、結構肉厚だから火が通ってるか心配ですけど、通ってます。通ってるであります。うん、うまい。今日は